こんにちは、ガミくんです。今回はスサノオ貝が重心化したんで、これ使っていこうと思います。で、結構ねこのキャラバカにされがちっていうとちょっとひどい言い方かな、ちょっとまあバカにされがちなんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、これうわ倒せてないのか。ちょっと待って。そしたらうお、危ねえ危ねえ。やっぱね、スサノオは強いんですよ。こんなことできるから。だから、バカにされがちって言うけど、意外と大丈夫なんですよね。これで、これで倒す。で、性能が、性能じゃないか。で、なんで副評かっていうと、ちょっとリジェネ？リジェネじゃないや。超アンチダメージオールか。超アンチダメージオールが、コネクトスキルであるんですけど、発動条件が、ラック150、パーティー全体4体で合計150以上じゃないと発動しないっていうところで、やっぱりまあ、課金あんまりできない方々はなかなか発動できないみたいな。で、自分の場合は結構課金してるんで、このスサノラックが、ラック5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 なんですよ。なので、ちょっと、いや自分でも結構課金してるつもりだけど、まだ、届いてないんですよね。まあ、届いてても足さないんですけど、なので、結構ね、やっぱり運枠、まあ、課金してる人なら1体でいいかもだけど、基本的には2体していく感じになっちゃうんで、まあ、やっぱりね、不評なんじゃないのかなって。ただ、弱くはない、と思ってるんですよ、一応ね。これで倒す。ああ、ちょっと残ったな。なので、意外と、まあ、ワープターン浴びだからちょっとあれなんですけど、まあ、天草とかいろいろいるからね、その辺と比べるとちょっとあれかもだけど、まあ、意外と強いんじゃないのかなって。ただ、水のワープって使うとこないんですよね、言っちゃあれだけど。だから天草とかウンディーネとかも結構ね、まあ、ウンディーネはちょっとあれか。まあ、強いんですけど、やっぱりちょっと、まあ、使いどころがないって言われがち。で、これで、こっちまで行って、オッケーオッケー。で、友情がね、やっぱりロックオンワンウェイも友情ブースト乗るから、結構強い。実質、貴族性の威力出せるんですよ。なので、結構強いんじゃないかね。はいはいはい。はい。なんで、こんな感じで結構削れるから、まあ、使わないけど。いや、使うかな？あんまり使うイメージないんですよね、これ。言っちゃあれだけど。これで、友情で、で、次元山が、やべ、これ、次元山あれだな、あっちに飛ぶな。そしたら、こう行って、こう行って、こう行って、やべ。次元山、蓬莱が先に倒れてる。いや、これはスサノオさんの株爆上がりよ。で、で次が、そっちか。暴れで、とりあえず、友情と次元山混ぜ合わせれば意外と削れると思うんですよね。これでこのまま下行って。ちょっと待って。これはまずいな。左下に、まあ、左下に面だからギリギリ大丈夫か。あ、ダメだ。この配置ダメだ。うわー、まずいな。これどうしようかな。あ、いや、これでギリギリ大丈夫か。これで、こう打って、よーしよーしよし。で、これで、まだ耐えられる。で、これで、これは、そのまま、これで、オッケーオッケー。まあ、HP0 だ。なんで、まあ、反射のダメをって、結構、強いキャラ多いから、まあ、逃がしたのかな。ただ逃がした先にはあんまり使うクエストがないっていう悲しみがちょっとあるんですけど、これで、あ、 SS 使おうかな。ちょっとこのままだとリヴァイアさんがまずいな。はい、おお、2手でこれだけ処理できるのは結構強いね。ただ次、リヴァイアさん、あっちのリヴァイアさんか、もう一つのリヴァイアさん、下のリヴァイアさん倒してくれたら結構よかったな。
まあ、これは多分もうそのまま友情でいいと思うんですよね。このままこれで友情 OK で、これで次で多分解けるかな。あ、解けない。まあでもリジェネあるから結構耐久できるからね。そのおかげで結構蓬莱適正度上がってるんですよね。まあダメをなくなったからちょっとあれなんですけど、そんなとこ入る、そんなとこ入るのか。でこれでまあこう行くこう行くで適当に殴ってるだけで、まあ超スピード型だから加速もするんで意外と使い勝手いいというか、まあとりあえず撃ってれば靴アイテム拾ったみたいな火力は出してるんで、どうしようかな。ここいや抜け、いや抜けられるかなこれ。ちょっと怖いから普通に暴れで、よいしょ。まあハートもあるしね、ハートあるから結構耐久できるんじゃないかな。でこれで、いやなんかいけなかったかな、どうだろう。と次がそっちか。まあ暴れながらで浦島倒す。でもリジェネのあるおかげで意外と HP 減ってないんですよね実は。でこれでうお、あぶねあぶね、あそこに挟まったら次のステージ大変なことになるからな。でここは挟まって抜けるとちょっと配置的に良くないから、もうちょっと耐久というか何もしないでおきます。ちょっと配置ある程度整えておかないと、特に上のあのキャラ、あのスサノオが今配置あんま良くないんで。で次レーザーと電線切りと気弾と、まあ大丈夫か、怒ってないし、怒ってない。電線切りなら2万しか食らわないんでそんなに多分食らわないと思う。まあ少なくとも死ぬことはないかな。 OKOK で、これ横間で下がって、いや横間で下がると下手したら死ぬな。まあ大丈夫か、貫通になっておけばまあ大丈夫です。はい、よし、 OK。 不老不死の霊薬あなたに見つけられるかしら。でこれで SS 打って、よし、 OK。 あとはとりあえずこれ SS 打つでしょ。お、ガイドある、すごい助かる。でこんな感じでとりあえずこれで撃って、でこっちの友情も出したらすごい。 OKOK で、どうしようかな。まあ次元山は多分プヨに飛ぶから、それでまあダメ用は防げられて、こう撃ってこう撃って、よし、 OK。 よし、これでもうあとは蓬莱をボコるだけで大丈夫かな。どうしようかな、これ横間で上がっていこうかな。多分その方が友情も出せてバハムートも倒せるから結構いいと思う。でこれで挟まって、よし、 OK。 でもう一発 SS 打てるんでそれで倒して、であと蓬莱レーザーでいたぶるだけ。まあ、このままこう挟まっていっか。はい、よし、 OK。でもこれであとはロックオンワンウェイをひたすら打ち続ければまあなんとかなるみたいな。ホワイのダメージ、お、ハート2個はすごい。でこれで、いややっぱ強いな。やっぱスサノオバカにされてるけど意外と強いんですよね、使わないけどね。これでまあ電線切り、これでまあ死ぬことはないからな、よほどのことがない限り。でこれで勝ったかな。はい、お疲れ様でした、バイバイ。